オンス島は、スペインガリシア州、ポンテベドラケモキアに浮かぶオンス諸島の首都。2013年の人口は81人。行政区分としては、コマルカとモラソのブエウに属している。オンス諸島は、面積4.14平方キロメートルのオンス島、面積0.32平方キロメートルのオンサ島を、含む2つの島と7つの岩礁からなる。オンス島は南北に長く、全長は、 約6キロメートル、周囲長は1 7 6キロメートルである。オンス島の最高峰は標高1 2 8メートルのクコルノ山である。ガリシア州には湾が奥深くまで入り組んだリアス式海岸が形成されており、それぞれの湾はリアと呼ばれる。オンス島は沿岸にポンテベドラなどがある。リアでポンテベドラの入り口に位置しており、スペイン本土からは三線所のポルトヌボ村。 三線所、マリン、カンガスのアルダーン村からオンス島に向かう定期船が就航している。オンス島から 15km 南、リアデビーゴの入り口には、美しい海岸で有名なシエス諸島がある。オンス島から 12km 北北西、リアデアロウサの入り口には、サルボラ島がある。2001年、欧州連合は、オンス島を鳥類特別保護地域に指定した。2002年、 オンス島は、シエス諸島など、ポンテベドラ県の他の大西洋岸辺と共に、ガリシア大西洋諸島国立公園に登録された。ありがとうございます。